自分がやってんのと俺がやってんのを見たら分かり比べやすいと思うよ。あ、だからここでこれでそっち両置くよ。こう、はい、俺はこうね、基本こうね、こう押さえてる。ちょっと待って、ちょっと、こうっすか。いやもう、いやいやいや、手を見て、はい、うん、僕背中はこうっすね。背中は俺こうだな。こうこう、もう両手広がりすぎてんのこれ、腰がこうちょっとしたこと、そう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 、そうするとこの辺に負担かかんないでしょ、あんまり。あー、なるほど。指がこうなると俺もここに負担かかる。あ、僕いつもこうっすね。うん、そうするとこの辺とかこの辺に負担かかるよ、俺は。でも今やっただけでも負担かかるもんだって。あー、はい。でもこうだとここだけにしかかからないから、はい。で、指がもうちょっと本当はこうで、こうっすか。そう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 、指の開き方で全然変わってくる。このこっちの4本には体重かけずに、ここの親指だけにで、手首をこう入れながらこう、イメージ的にこうね、だからちょっと出てる感じ、親指だけを出してる感じでこう。そうするとここに負担かかるよ、ここに。少なくなったよね、ちょっとね。まあそう、指の方に負担かかるぐらいですね。うん、指はできるんでしょ。はい、はい。じゃあ反対の手は、指はまあ我慢するだけですね、うん、反対は、反対もほらやっぱ手首がね開きすぎたのね、今まで。ああ、そうです、いつもこう、こうでした。うん、こう、そうなってるよりか俺こうした方が力が逃げない、より、より親指一歩でかかるでしょ。ああ、ですね。うん、ほんとちょっとしたらこうだと俺も、俺こ、こことか痛いもん、こことか。で、これはこう押さえるには便利なの。両指で押さえるときはちょっとやりやすい、開いてるけど。そうです、だから両指はもうこう、うん、こうす、うん、でも両指でもこうやった方がより入るね。ああ、なるほど。やってごらん、いっぱいわかる。ああ、ちゃいますね、うん、そっちの方がより入るのね、はい、ちょっとした癖だ、こうしていってるんですね、背中も。そうそうそう、で、そのこの開ける癖をやめていくとまっすぐ入っていくの、力が。でも負担かからないってこと、かからないってことに、なおかつ肩とか体とか使ったりとかしていくと、ここがもう、ここが固定されてるから、いらない力が使わないってこと。なるほど。で、ちょっとした角度なんだよ、本当に。そうです、そうです今言われるまで俺気づかなかったもんだって。ここに負担かかってることですか。うん、ああ、そうなんだねって俺そんなことかかったことないよとか思って。前ですか、もういつもここパンパンですよ。そこパンパン、ここパンパン、パンパンすぎて、うん、もう力入らないですよ。ああ、じゃあ今のこう開いてるのをこうするだけで変わるよ。ああ、こうがこうになるだけで変わる。で、肩首もそうですよね。肩首も同じ、肩とかするときも同じだよねこの角度が少し変わるだけで。だからもう首もここパンパンで、うん、もうあれでしょ押しきれないですよだから弱くなるよね。そうだね。俺もずっとだからこうはしない、手首こう開かないからこうしてるわ、やっぱり。ちょっとしたことだね、本当にね。だからもう肩にしたらもう、うん、結構もう両手で、うん、肩で持たへんからもう力がじゃあ今から来る人を今のこう開いてたのをちょっとこう意識しながらやってごらん。変わるよ。ああ、了解です。こうっすね。そう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 、こうじゃなくて、こうじゃなくて、こうじゃなくて、こうね。あ、ほんと絶妙。でもこうだったら俺もここに負担かかるわ。それいつも背中やってるんですよ。ああ、じゃあこうだわ、より負担少ない、より負担少ない。